ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-441 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-441。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-441 は、生物研究エリア32において、野外牧草地に放牧された状態で収容されます。100平方メートルの牧草地の周囲は高さ1メートルのコンクリート壁により取り囲み、その中心をコンクリート壁により仕切ることにより、2つの長方形に分断された状態を維持してください。月に1度、6名の D クラス職員により構成されたチームにより、SCP-441 を仕切り壁のゲートを通して反対側の牧草地へと移動させ、その後、それまで使用されていた牧草区画を徹底的に清掃してください。清掃時に発見された SCP-441 の1実体は、その根茎ごと掘り出した後に焼却処分してください。SCP-441 が牧草を判断地点や SCP-441 の1が除去された地点には、新しい芝を発するようにしてください。SCP-441 の管理を担当する職員は、SCP-441 を中心とした半径20メートル以内の領域に30分以上とどまらないようにしてください。SCP-441 と接触した後に何らかの身体的異常が確認された職員は、医療職員による検査の後に配置転換されることとなります。説明。SCP-441 は、ジャコブ羊のオスの生態の外見を呈する実態です。SCP-441 は、自身の周囲に存在する人間の免疫機能に著しい機能低下を生じさせるとの異常性を有しています。SCP-441 の異常性に30分以上暴露した人物、以下、被験者と故障には、白血球数の著しい減少が観測され始め、60分以上暴露し続けた被験者には、重度の免疫不全症の症状が確認され始めます。暴露時間が90分を超過した場合、被験者の免疫機能は非常な手段により回復させることは不可能となり、被験者は重篤な感染症状の影響により死亡することとなります。SCP-441 より採取された生体サンプルの分析により、その血液とリンパ液は非常な節足動物のそれとは異なり、透明かつ粘性を有する間質液と血液の混合物であることが判明しています。また、細胞構造は非常な哺乳類と同一であることが確認されたものの、細胞核や遺伝物質の存在は確認されていません。生体サンプルの採取以降、SCP-441 は財団支給の標準的な白衣を着用した人物に対し、強い攻撃性を示す状態にあることに留意してください。SCP-441 が草を判断地点では、数日後に SCP-441 の1の成長が観測され始めます。SCP-441 の1は、一般的な牧草、イチゴツナギ属、牛のケグサ属、毒麦属などに類似した外見を呈するものの、その表面には黒い色素沈着が観測されます。SCP-441 の1には、SCP-411 がはむことにより失われた牧草が存在した領域を超えて生育することがないとの性質と、日陰に存在する場合に成長がわずかに促進されるとの性質が確認されています。採取された SCP-441 の1の分析により、SCP-441 の1は非常な陸上植物と同様にセルロースによる細胞壁を有していることが確認されたものの、SCP-441 より採取された生体サンプルと同様に、細胞核と遺伝物質を有していないことが確認されています。実験記録441の1。前書き。SCP-441 は、地震に接近した人物に目線を向ける様子は見せるものの、人間に大きな関心を示す様子は観測されない。しかし、月に一度の定期清掃が終了した後、SCP-441 は統合失調症を患う D-1570 に顕著かつ継続的な関心を示した。SCP-441 が示した変化を検知した担当職員は、D-1570 に実験441の1に参加するよう促し、了承を得ることに成功した。D-1570 は公式に SCP-441 の飼育係を務めるよう命じられ、SCP-441 のそばに置いて2日間生存し続けた。D-1570 は SCP-441 の毛づくろいや給餌、その周囲の清掃などを問題なくこなしてみせた。また、D-1570 には SCP-441 に対し、肉体的、精神的に非常に強い愛着を持つ様子が観測された。実験を記録した映像には、D-1570 が SCP-441 に話しかける様子や、SCP-441 のそばで油をかき、何もせずに長時間座り続ける様子などが記録されている。
実験中、D1570 の免疫機能はこれまでの被験者と同様に低下し続け、実験開始から43時間が経過した時点で D1570 の死亡が確認された。以下は、D1570 の死の直前に行われたインタビュー記録の転写である。インタビュー441の1の A の抜粋。14時52分。あなたと SCP-441 との関係について説明してください。SCP-441 というのは、のことでしょうか？今何と言いましたか？もう一度はっきり答えてください。SCP-441 とは、のことでしょうかと尋ねました。彼は自分自身をそのように呼びますので。念のために言っておきますが、当該インタビューは至極真面目に行われることを前提としています。はい、ですから私も至って真面目に答えています。D1570 は激しく咳込み始める。つまり、あなたは SCP-441 は知性を有していると主張するのですね。はい、その通りです。彼は私のような人間と出会えるのを待っていたようです。D1570 は数秒間沈黙する。彼は私に様々なことを教えてくれます。多分ですが、彼は待っているのです。何を待っているのでしょうか？博士は、自分の精神や心が肉体から切り離されたような感覚を覚えたことはありますか？自分は確かにそこに存在し、精神はその肉体に宿っているのに、精神と肉体との間に厚い面の壁があるような感覚を覚えたことは？自分の体に生じた変化を、変化から3から4秒後に近くするような感覚は？この時点で、D1570 は質問に応答しなくなる。15時3分。今回の実験を経験したことにより、あなたの SCP-441 への理解は深まったと感じますか？ああ、そうですね。あの黒い草のことは知っていますよね。あれは彼の故郷を思い出させるものであるようですよ。D1570 は咳込み続ける。SCP-441 への暴露が健康に害を及ぼすことはご存知ですね？はい、もちろん知っています。それを知っているにもかかわらず、なぜ実験への協力を承諾し、SCP-441 のそばに居続けたのですか？彼が、それが唯一の方法だと彼が言ったからです。D1570 は激しく咳込み始める。もう少し具体的に説明してください。では、彼が何をしたのかお見せしましょうか。D1570 は着用しているシャツをまくり上げる。なんてことだ、クソ。今すぐ医療班を呼んでください。最終報告。インタビュー終了から間もなく、D1570 は急性肺炎及び、の合併症の影響により死亡した。これまでに、SCP-441 が何らかの発生を行う様子が記録、目撃された例は確認されていない。報告書の紹介は以上だ。周囲に存在する人間の免疫機能を低下させ続け、最終的に死に至らしめる性質と、草をはんだ地点に未知の植物を成長させる性質を併せ持つ、ジャコブ羊のオスの生態に類似した外見を持つ実態、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。身体能力などは非常なジャコブ羊と同程度のようであり、異常性の影響範囲も比較的狭いようなので、収容は容易な部類のオブジェクトということのようだな。ええ、そうみたいね。特定の属性や性質を持つ人物に執着する性質と、その人物の肉体に未知の変化を生じさせる性質も持っているようだけど、それもあくまで例外的なものであるようだし、危険度や収容難度には影響しない感じなのかしらね。ああ、報告書を読む限りではそのようだな。対象人物の体にどのような変化が生じるのかが伏せられているため、評価が難しいところではあるが、特別収容プロトコル内の記述から推察するに、そのような症状が確認された場合においても、直ちに命に関わるようなものではないようなので、そこまで危険な症状や疾患を患うわけではないのかもしれないな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。